うちの夫、ちょっと喋ってみて。こっちですか？こっちですか？はい。なので、聞こえてます。はい。じゃあ、10分。ちょっと待ってください。一応、1人10分。まあ、マックス10分。次を届くので。これ、俺、携帯。はい、じゃあ行きまーす。ん、端子でズーム開いてないですか？じゃあちょっと準備待とうか。まあうちの研究室のプレゼンのやり方なんだけど、ズームって自分の PC の画面共有をするのは結構簡単なのと、はい、あと人数が多ければ多いほど、こう、まあ、教室とかの前に出てきて、パソコンつないで、で、まあ、プロジェクターとかに移すっていう作業をやるっていう時間の、まあ、ある意味だ。で、そこを効率よくやるためにどうしたらいいかっていうと、もう人は動かない。で、パソコンだけネットでみんなでズームで共有して、で、しゃべと話したい人の画面共有をしておけば、みんなが画面越しにそのプレゼン内容が見えるということと、今、古橋のパソコンがホスト役にいるズームの、会議なので、古橋が今レコーディング、はい、今日の発表、10分発表は基本 YouTube に公開するという前提で、なので、それも含めて記録で、で、準備これあれしなくていいですか？ん？あれです、あれです。立つ。あ、こっちやってる。ビデオあり。ビデオありの方がいいです。もしいいですか？ビデオあり。私が顔が映るか映らないか。わかりました。今回は画面共有する。はい、じゃあ、内海由紀です。今回は、僕のカスタマイザーの、まあ、僕なりの回答についてプレゼンしていきます。まず、重箱っていう移動できるマッピング施設のメリットをまず考えたところ、まあ、3つぐらい出てきて、転載時などの公共機関が停止しているときとか、あと電車が通ってないようなときとか、車でしか行けないような場所に、実際に重箱を用いて行ってみてマッピングすることができるっていう点と、あとはまあ多くの専用機材を運ぶことができますと。あと、重箱としてなんか展開できるので、その行った土地で。だからマッピング施設以外にも、まあ、考えれば利用可能であると。で、まあ、今回は、転載時に絞ったカスタマイズについてちょっと考えてみました。で、転載時にいろいろな車とか動くと思うんですけど、やっぱり重箱にしかできないようなことをが大事かなと思ったんで、とりあえずなんか物資を運ぶために利用とかは、トラックとか、そういう大型な、なんかいろいろな乗り物の便利なので、まあこれはちょっと違うと。で、なんかまあ、ヒッターが運ぶために対応するような施設を展開っていうのは、なんか、運転サイズにいろいろな公共施設とかが結構困っちゃったりすると思うので、さまざまな施設とか団体が災害需要施設を展開してくれるんですけど、まあ、なんか一部の人に利益されてしまうケースがあったので、まあ、例えば、ちょっと障害を持っている人たちの避難受け入れの不備とか、受け入れてもらってもちょっと白い目で見られちゃったりするところとか、あとは、ペットとかいるときにすごい自治体に断られましたとか、ちょっとなんか差別的な対応を受けましたとか、そういうのが実際にあったので、この人たちに向けてのなんか重箱を展開できればなということになりました。
なので、今回のカスタマイズメインテーマは、障害を持つ子どもたち、まあ、子どもたちじゃなくても、まあ、障害を持つ人たちや、ペット持ちなど特殊条件で受け入れを拒否されてしまう弱者向けが利用可能な避難所があるマッピング施設っていうのを目標にカスタマイズを考えてみました。で、まあ、実際にカスタマイズ案と避難者が求めているものっていうことに移るんですけど、まあ、障害のある子どもたちに必要なものっていうのは、まあ、人工呼吸器とか、まあ、人工呼吸必要なのかはちょっとあれなんですけど、ベッドなどの専門的な機械ですね。で、あと、機械を動かすために必要な大量の電気と、あと、まあ、子どもたちなので、ちょっと遊べるような広場が必要だなと思いました。ここで障害のある子どもたちって限定しているのは、さすがに福祉施設とかでも障害のある大人とかはちょっと見てくれるところがかなり多いんですけど、子どもってなるとすごいいろいろな電気とか結構、まあ、扱いにくいと言ったらあれなんですけど、そういうものがかかっちゃうので結構受け入れ拒否されるケースが多かったですね、事例を見たところ。であとはペット持ちの避難者は、ペットたちのその食べ物とか、そういう系統のものと、まあ、避難者本人と、あとはまあ、こっちも広場的なものがあればいいなと。で、一つずつ見ていくんですけど、専門的な機械については、重箱は物資を運べるにはあんま向いてないので、機械自体は、まあ、病院から借りるとか、本人から持ってきてもらうとか、もうすごい特殊な機械だったら、それぐらいだったら持ってっても大丈夫だと思うんですけど、まあそういう処置を取った方が理想だなと。で、まあ仮に地震とかでの災害だった場合、余震とかの恐れがあるために、しっかりと機材とかベッドとかを固定する棚とか、突っ張り棒のようなものを重箱内にカスタマイズしてあげたらより安心かなと思いました。次に機械を動かすために必要な電気は、これはすごい人工呼吸器とかそういう機械は電気をすっごい使うので、これは絶対に必要だと感じて、まあ発電機などを重箱に積んでいく必要があるなと思いました。まあ発電機に必要な燃料系はやっぱりトラクターから運ばれた物資を利用した方がいいかなと思います。で、まあ最悪のことを考えてカスタマイズ案として、まあ重箱の屋根にソーラーパネルを取り付けると書きましたが、ちょっと効率的なものがよく分からなかったので、ちょっと控えめに書いてあります。で、次に子どもたちとかペットが利用できる広場についてなんですけど、まあ、重箱の外の土地を利用して、まあ下ちょっと雑で申し訳ないんですけど、広場を作ってあげればいいなと。で、まあ、重箱の公式ページにも似たようななんか布のようなものを屋根としたものがあったんですけど、まあ、それはちょっとちっちゃすぎたので、なるべくもっと大きめのを別注した方がいいのかなと思いました。次に、ペットや飼い主の住居スペースなんですけど、まあ、飼い主は重箱本来の使い方をすればよくて、で、まあ、ペットについては避難の際にペット用のケージとか持ってこれないと思うので、こちらで用意するか、まあ、借りるか、そのような対応するといいと思います。で、まあ、その他に役立つカスタマイズ案として、重箱の入り口のところはすぐ階段だったので、そこを、ベビーカーとか、あとはなんか、車椅子とか、そういうのを通れるように、ちょっと緩いスロープに変えてあげるっていうのが、まあ、一つ案としてあります。で、まあ、その他にあれば、ご意見お願いします。で、まあ、一応終わりなんですけど、その他のカスタマイズ案として出てきたものは、ドローンマッピングを用いて、家屋の浸水状況、まあ、これはあれですね、津波とか氾濫とか限定なんですけど、撮影して、まあ、なんか、保険が降りるっていうのは、なんか、床下何センチかで、保険がどうのこうのっていう話が調べたら出てきたので、まあ、それの範囲をちょっとドローンマッピングで
考えてみたり、あとはその通れる道とか避難経路とかそういうのをまとめてあげたりするのにも使えるかなと思いました。あとはまあどれでも思いつくかもしれませんが、 Wi-Fi とかを配置して安否確認の中継所みたいな役割をしているのもまあ一個の手だと思います。以上です。はい、はい、じゃあ質疑応答に質問があります。今回名前は特につけなかった。自分のカスタマイズは名前はつけてないですね。まあアイデア、そうだな、はい、細かいところは突っ込みどころいったんだけど、まあ大まかに言うと、まあ、スラックでディスカッションした通りで、避難所の今の課題っていうところで、うん、この新傷者も含めて、障害のある人とか、あとペットみたいな、思ってる人たちが避難してきた時のトラブルは結構起きてるっていうのは調べたので、それはまだ解決してない。で、自由はこう、にそういう、こう、大多数の人からちょっと外れちゃうような人たちをうまく収容できるような使い方っていうのは多分まだされてないと思うけど、多分あった方が今よりも良くなるだろうっていうのは間違いない。で、あとアプローチとしては、日本人でよく考えがちなのって、なんか我慢するって。避難所生活では贅沢しちゃいけないみたいな。で、そういう例えば、変な言い方かもしれないけど、ある程度隔離し、別な空間を用意しないといけないとすると、その人たちが生活する場所は、なんかしょぼいというか、もっとマイナスイメージに近い場所を用意されることって結構ザラにあるし、そもそも体育館とかで避難してる人たちも、もっと本当はこう快適に暮らせる環境を作るべきなのに、なんかみんな我慢してるところ。重箱ってそこのデザインの部分では、むしろ快適な方になるし、そこでうまく、まあ、過ごせるっていうことを考えると、普通のこう我慢して避難する人たちのその我慢をどれだけ減らせるかっていうところが結構重要になってくるっていう意味では、重箱の、まあ、価値がある。まあ、重箱じゃなくてもいいんじゃないのって意見って多分出てくる。もっと、ね、安くて、手配できるものってあるかもしれないけど、普通にコンテナハウス買えば多分数十万で買えちゃうものもある。でも多分、ね、今まで、こう、陸運会社なり、海運会社なりが使ってた荷物を詰めてただけのただ箱に、を当てがわれて、それって、積む側からしたら、こんなとこに暮らせないよみたいなところがあるんだけど、まあ、重箱だったらそれは大変です。で、昨日ぐらいのニュースで出てたんだけど、トレーラーハウスを避難所に使うっていうので、今一番、ちゃんと実装できつつあるのがトイレなので、ちょっとブラウザ立ち上げてトイレトレーナーっていうのでトイレトレーナーハウスとかで検索すると多分今日のニュースが出てくると思うけど、どういうものかというと、スラックに入ります。トイレトレーナー、これ知り合いがやってるプロジェクトなんだけど、俺も出資してるんだけど、各自治体が移動可能なトレーラーハウスタイプのトイレを持っておいて、何か災害があった時に
そこに駆けつけるっていう。で、多分結構近い。しかも、このトレーラーハウスでこだわったのは、仮設トイレのようなしょぼいトイレじゃない。で、車椅子の人も使えるとか、もしくは着替えが中でできる広さですとか、そもそもすごくおしゃれなもの、おしゃれなトイレを用意するっていうことを結構意識して作った。結構1台1500万ぐらいです。それを各自治体が1台ずつ持つっていう仕組み。なので、多分これと重箱ってトイレないじゃん。なので、このトイレトレーナーハウスも、トレーラーハウスも避難所に設置されるんだけど、これとセットで、福祉、簡易福祉避難所的な形で、横にここに重箱が、こう、まあ、距離はどっちにしてもあると、すごく、こう、連携していけるかなって、個人的に思ったりするので、結構いけるんじゃないかな。そのピークさえ持ってくれば、結構こういう使い方ってガチでできるんじゃないかな。あと、マッピングの要素が、まあ、最後はアップ付けでつけてたけど、あんまりマッピングの要素はなかったけど、まあ、逆に言うと重要なのって、ここに多分、福祉、稼働型の福祉避難所、が、ここにあるよっていうことを、やっぱり情報発信しないと使ってもらえないし、その情報キャッチアップできない新商社の家族は、そもそもそこに行けば避難できるっていうことを知らないで、やり過ごしちゃうかもしれないので、やっぱりここにいるよっていうことを地図とセットで、ちょっと情報発信するっていうことは、すごい大事で。それって、多分行政がテンパってる中で、誰がやるのか、どうやってやるのかっていうところは、このゼミの前半にあったマッピングのご飯結構重要。実際にこのトレーラーハウスがここに設置されたよっていう地図を作ってるのが一度研究する。そういうところでは実はすごく連携をしています。なので、まあ視点はすごく、まあいい視点だし、多分現実それが実装した方がきっと世の中は良くなるだろうなっていうこと。あと、じゃあこれ誰がやるっていうところはまだ未解決なんですけど、その辺さえうまくクリアすれば、結構、本気で作れるんじゃないかとは思います。他なんか質問はないんですけど、コメント発想はすごい面白いと思いました。なんかスノーピークもスノーピークモバイルとして動かしたい。重箱は動くのという前提で使ってもらいたい。でもほとんど多分重箱の使用例見ると、大体もう動かないようになっちゃう。横須賀にせよ、他のところで設置しても。ちょっとおしゃれなコテージみたいな感じで、ほぼ動かないんだけど、やっぱりスノーピークは動かしたいと思ってるところの動かし方の一つとしては、多分、まあ、ありじゃないか。あとは、3D モデルせっかく作って、あの、大きさの感覚はあるはずなんで、じゃあこれで何人収容できる？何家族いける？まあ、そんなにいけるわけじゃないし、こういうのをどう、まあ、増やしていくべきなのか、さっきのタープアンみたいに、最低限家の中にも収容できるけど、普段は家の外、周りで遊んでるみたいな。この周りもうまく使うと、もうちょっと人数いけるかな。まあ、ペットも。例えば、家の中には入れられないけど、これら、その重箱の横に屋根でもつけて、ペット用のスペースを確保してあげる形で、経過する。そんな感じで、もうちょっと使い方を具体化すると、より面白くなるんだろうな、という。1コメントぐらいいこうかしら。2回だ。ペットを食べようみたいな考えたんですけど、飼い主用のスペースを設けちゃうと、やっぱそんな数もあるわけじゃないし、使える。少なくなっちゃうので、一つをすべてペット用にするみたいな、それはまあいいかな。ペット用にしつつ、ペットを中に入れちゃう。そうかも。ペット用の施設にしちゃう。重箱を、1台の重箱をペット用にしちゃう。そのペットはどこに入る？重箱の中に入る。
それとも湯箱の外に移動で中も外も使える。いやそれは重箱じゃなくてよくないっていう話に多分なっちゃう。どうだろうね、重箱って人間にフィットした作り方はされているけど、それを動物だけに使うっていう使い方はどこまで想定されてるかとか、どこまで使える。僕はありだと思いますけど、ありだと思う。ペットか犬とか飼ったことないから分かんないけど、やっぱり家の中と外で全然違う、全然違う。犬で例えばペットだったら犬だけ、それとも猫も犬も一緒にできる。一緒にしちゃうと難しいです。難しい。そうすると犬用の重箱が必要になるって、だんだんこう細分化されて、ペットの犬用、ペット猫用とかっていう重箱はそれぞれ必要になってくるのが現実的かどうかっていうところに多分なってくるけど、どう難しいです。難しい。そこの落としどころってどう、犬はなんとなくなんか外に犬小屋があるイメージがあるんだけど、猫ってなんか家の中に、こう、おとなしいかどうかわかんないけど、家の中にいることのが多いイメージもあって、で理想系はなるべく少ない台数でなるべく多くのペットを収容できる仕組みで、かつこう動物側のストレスもなるべく減らしてあげるような形っていうところの落としどころが今パッと俺は思い浮かばないんだけど、でさっきの話で言うと、俺はなんか新商社の子供たちとかは重箱の中にいたり外に遊んだりして、犬とか犬リードが作れるペットとかは重箱の外にそういうスペースを用意して、新商社の子供も犬と遊んでいるような光景を想像する。そこはどこまでペット専用だったらペット専用でうまく、なんかそこって難しくて、新商社の子供と遊ばせるっていう考えはすごい素敵だと思うんですけど、そのペットの飼い主からして一体わからない人と遊ばせるのに抵抗ある人もいるかもしれないし、多分そこはこう 100% 満足の形はないから、オプトインっていう方式があるんだけど、まずそういう条件だけどそれでもよければ使ってくださいというような条件設定をすべきだと、うん、それが嫌だったらやっぱり自宅なり自分の車なりでペットを管理するしかないっていうところの、もう絶対 100% 納得いかない中の間ぐらいを狙っていくっていうところで、逆に言うと子供側も、新商社の子供もそうだ、こう犬がそんなにいるところに預けられないみたいなことを言ってくる親も絶対いるはずだけど、多分共通点としては新商社の子とかも犬も含めて基本うるさい、騒ぐし、はい、大声だし、普通の避難所に行ったら、それをまたストレスに感じる大多数の人たちがいるっていうところは、やっぱり分けてあげた方がお互いにハッピーだから、まあ、ある意味うるさいっていう音を発する者同士が一緒の空間にいるっていうのは悪くはない。そうと。あとはそこでどこまで納得してくれるかどうかで、まあ、最低限、ここまでは用意できるけど、これ以上のことはできないから、それでも良ければ使ってくださいっていう形にならざるを得ないんじゃないか。でも、家に置いて、動物、ペット家に置いて自分たちが避難するっていう心苦しさとどっちが間違ってる。なんか、難しいな。1台、重箱1台。400万、そうそう、だいたいざっくり500万、1台500万ペット用に拠出していいというメリットなり納得感があれば、そんなことを税金、例えば仮に税金でやるとしたら自治体が1台500万もする重箱をペット用に持ってて、しかも災害時しか使わないみたいなことになると、そんなに年1回稼働するかしないか、ね、さっきのトレーラーハウス、トイレトレーナーハウスみたいに周りで災害が起きたときにあとそこに持っていけるっていう使い方は多分いい感じなんだけど、そういうものをどう使っていくかっていうところで、やっぱりお金の出元の納得感も結構重要なので、まあこう突き詰めれば結構いろいろ課題はあるけど、いずれにしても今ペットも新商社の人も
を持つ家族も避難しづらいっていう状況は間違いないので、そこが少しでも改善されるような使い方の落としどころっていうのは多分みんな考えてる人は考えてるはずで、ここにはまるかもしれないかな。じゃあ、ひとまず。で、準備は GitHub いけた？共有いいですか、テッシュ。はい、じゃあ共有切ってください。切れました。はい。で、ほら、2人 GitHub の資料が出てない。はい、載せます。はい、載せた方が。ちょっとおしゃべりか。はい。はい。オッケー。はい。じゃあ、Zoom で画面共有して。はい。ちょっと他はスピーカー機能で音量を下げて。あ、いいですか？はい、行きまーす。3、2、1、スタート。重箱の改善案を、まあ、考えたので発表していきます。まあ、改善案の概要といたしましては、まあ、考えたんですけれども、一つが兵站としての軍事利用を考えました。で、兵站っていうのは、まあ、戦争で前線後方で武器、弾薬とか物資を管理、補給、備蓄、輸送などを行う施設というか、簡易的な基地なんですけれども、まあ、まず第一にその兵站としての軍事利用。で、それはなぜかっていうと、やっぱ簡易的な組み立てと移動が可能であるという利点を考えてそうしました。で、まあこれは今の日本政府的にどうかわかんないんですけど、軍事的輸出による利益も見出すことが可能で、例えばどういうことかって言ったら、まあ財源の少ない国、紛争地域に輸出して、重箱1台のコストがすごい安いので、軍事的輸出による利益も出せるんではないかと見込みです。で、もう一個がですね、まあ、今回の話と関連があるのが災害時の前哨基地。で、自衛隊員の寝食する場所っていうのはすごい課題となっていて、あの自衛隊員のその知り合いがいるんですけど、この、被災者よりもひどい暮らしをしているという話があって、例えばその、仮設のテントを建てて、床に体よりちっちゃいマットを敷いて寝て、で、雨水は浸食し、みたいな、いうのが現実においてやっぱりあるみたいで、そういうのをなんとか改善できないかと思って、侵食する場所っていうのを提案。またはその偵察の基地。今回その、古橋県ではそのドローンを、やっぱ主軸として活動してらっしゃる。主軸というかそうですね。主力として活動してらっしゃるので、そういう偵察の基地になるかなという、まあ見込みがあります。例えばまず、1個目の兵站としての利用ですけど、こちらもドローン主体の簡易的な司令基地としての運用がまあ見込まれ、まずその第一なんですけど、カスタマイズとしては、離隊を採用してあらゆる地形での移動を可能に。まあ、やはり4本のあの、タイヤだと、重心位置が高くなって、まあ、いろんな地形に対応できてない。その例えば、整備された国道を動く竹とかだったら、今のでもいいんですけど、やはり災害時となると地面も荒れてしまう。まあ、戦時中でも。なので、まあ、離隊を採用する。で、もう一つに、圧縮木材と防弾ガラスを採用して耐久性を確保。
あの、重木って木材でできてるんですけど、木材だとやはり弾を貫通するんですね。弾じゃなくても、その例えば、まあ、災害時です。瓦礫がぶつかるとか、転倒とかいろんな面を考えて、圧縮木材を活用すると、まあ、銃弾が 85% ほど貫通しなくなるという利点を、まあ、持ってして、圧縮木材と防弾ガラスを採用して耐久性を確保っていうのがカスタマイズ案で、他にはあの、ヤギアンテナ、ヤギウダアンテナと呼ばれる、その、まあ、距離が長い、その、まあ、今はテレビ受信用に使われているアンテナがあるんですけど、そういう設備を増設するのも簡単ですし、やっぱ見た目がシンプルですから、自由にカスタマイズできる。っていうので、まあ、アンテナ等増設ができて、司令塔としての役割を果たせる。っていうのが第2。で、第3に、まあ、通信機材の運搬。で、先ほど離体を採用って言ったんですけれども、まず動力源をどうするのかっていう話がありまして、まあ、ソーラーパネルはすごい低電圧であまり高電流を確保できないのであまり採用せず、でガソリンを積むのも燃費が悪くなるので、戦車や装甲車による牽引をまず第一に考えまして、で牽引ですと、例えば銃箱を1台だけでなく2、3台運ぶことも可能になるので、まあ通信機材や食料などの物資が運搬できる。で、最後に、まあドローンの活用なんですけれども、まあ無人航空機、まあドローンによる偵察の基地になる。ということや、まあ、最近その無人航空機による空爆というのも流行りでして、そういう基地になることができるというのが兵站としての利用として、まあ考えております。で、次。災害時の前哨基地。まあ、こちらがその、フラッシュ犬の考えるその、ハザードマップの作成だったり、ドローンの活用に近いんですけれども、まあ、ドローン主体の簡易的な指令基地。まあ、こちら同じで、災害地でのドローンを用いた周辺の被害状況の確認やマッピング。これ結構趣旨に沿っている活用方法ではあると思うんですけど、まあ、こちらも同じ。で、まあ、戦時中ではないので戦車ではなく装甲車による牽引。で、まあ、ドローンを用いた周辺の被害状況の確認やマッピングっていうのは、その、災害時の自衛隊の基地として、その、どういうものを使うかっていうのはすごい課題となっていて、今でも。例えば今では、あの、82式通信車と呼ばれるものがあるんですけど、その、装甲車の中に通信機材などを運んで、そこを、あの、指令の基地にするっていうのが今の、まあ、現状の運用方法なんですけど、装甲車っていうのは1台1億円して、すごい高コストというか、まあ、装甲車の割にしては高いというのが現状なんですけど、そういうのよりも、まあ、重箱ですと、1台高くても1000、2000万円っていう低コストで済む。で、それで組み立ても多分容易なんですよ。で、まあ、大量生産というか、大量に運用ができるっていうのがすごい良い利点でして。で、まあ、その、被災者の寝泊まりする場所っていうのも大切なんですけど、やはりその、救助に当たる人間、まあ、自衛隊員だったり、その、消防隊であったりの寝泊まりする場所っていうのも非常に重要で、そういう場所であったり、まあ、機材を運んだり、その、指令する人々の活動する場所としても主軸となってくるのではないでしょうか。まあ、自衛隊の休憩場所ですね。っていうのを、まあ、やはりその、救助される側も大切なんですけど、救助する側の現状というのも鑑みるべきだと思い、こういう案を採用しました。以上となります。ありがとうございました。はい、まずまあ前提条件として、いきなり軍事利用っていうところの部分は、スコープとして、はい、まあ、どうなのっていうのが、はい、そもそも軍事利用だったら、軍事兵器として開発されている、効率よくて防御力の高い、はい、兵隊用の車両とか、はい、モバイルツールがいっぱいあるし、はい、あえてそれを、そうじゃない、民生用の重箱をカスタマイズするメリットが全くわからない。あ、それは説明した通りで、今の通信車って1台1億円するんですよ。値段わかるけど、この1億円には理由があってそうなってて、
はい、それは今までの積み重ねの中で現場で軍事活動をしていくときにはこのスペックが絶対必要だっていう、 こう仕様が決まってる中でそれをクリアしたものが採用されてる、はい、なのでそれをまた1から10箱を使ってカスタマイズすると最終的にはおそらくその値段は高く、じゃあ、まあそこにはちょっと僕の意見もありまして、今のその前哨基地っていうのは仮設テントだったりして、まあ、防御力が極端に弱い。で、仮設テントよりも重箱の方がいいだろうと。重箱っていうよりその移動式で、まあ、仮設基地のような形になるものがいいんですよ。で、今のその装甲車がなんで1億円するかっていうと、前線に出ることも考えられてるわけですよ。でも重箱は前線よりちょっと後方で、支援活動を行う必要があるので、装甲車ほどの耐久力もいらないんですよ。でもそれが本当に必要であれば、まあ、自衛隊内なんなり軍隊が、はい、そういう仕様のものを調達するはずで、それが調達がかかっていないということは、まだ現場で、あったらいいかもしれないけど、なくてもいいよねっていう、コストパフォーマンスと性能のバランスの中で、それが採用されてないんだけど。それ自衛隊員の人が言ってたんですけど、そうだ、その自衛隊員の個人的な意見、まあ個人的な意見でも、ね、僕らよりは多分信用に値すると考えた上で、ヒアリングをしたっていうことは重要で、はい、だけど、その個人の自衛隊員がそういったことが、じゃあそれが本当に採用されるかっていうと、その軍隊、自衛隊も含めたこう組織の機能と効率を考えたときに、それを採用することは現実的には行われてないわけだし、現実的に行われてないから案を出してるわけで、うん、案を出すっていうところで、そもそも民生用の機械を、民生の装置をそこに入れるっていうことがそもそもありえない、ありえないというのはちょっとあれなんですけど、で民間の開発したものを軍隊が採用している例はいくらでもあるんですよ。それは軍用に作られているものであって、民間で作られた技術が採用されてるけど、製品としては別。だから、アイデア出しの段階ですよね、これは。そのアイデアが採用される可能性はあるわけで。重箱っていうのは製品。はい。で、重箱が使っている技術は何かっていうと、トレーラーハウスであったり、もしくは、まあ、木材の、パネルだったり、まあ、でかい窓だったりで、そういう、こう、パーツは技術で積み重なっているものだけど、はい、別にそれって重箱じゃなくても、トレーラーハウスは存在してるし、タイヤも存在してるし、こう、まあ、階段もあって、窓が、まあ、ガラスがあって、屋根があって、あれ、重箱をバラバラにした時の、パーツの技術ってのは別に重箱が存在しなくても、はい、普通に使われているもので、重箱特有のものってあの中にあったかって言うと、それは少なくともなかった。単純にデザインの組み合わせの問題で製品化されない。で、軍事利用として使われる技術っていうのは、確かに民生の技術も入ってくるけど、はい、それはその基礎的な技術、通信だったら通信、移動体なら移動体っていうものが使われているけど、それを使って最終的な製品としてパッケージされていくものは、あくまで軍仕様の製品。で、それは、そういう軍需産業の人たちが作っていく流れの中で決まっていく。うん。なので、もしそういうアイディアが必要だったとしても、多分、重箱っていう製品は全くそこには影響しない。そこに入れる必要はない。まあ、そのない。って断言されるのはちょっとどうかと思うんですけど、重箱っていう製品じゃない。スノーピークは多分軍事目的の製品を扱うことは多分ないと思うけど、はい、そもそも重箱っていう製品をカスタマイズして軍事転用するっていうことは多分じゃない。まあ基本ありえない。例えば、また分かりやすく言うと、例えば何でもいいんだけど、トヨタの車、はい、トヨタのエンジンとか、
こうシャーシだったり、なんだろう、まあ、最近、まあ、基本車を動かすために必要なパーツパーツなりで、それを今の自衛隊車両の中のエンジン何を使ってるのか、多分そのエンジンはどこかしら自動車三菱重工のものですね。大体三菱で、日本の軍事車両、はい、三菱製のエンジンが入っているわけで、その技術は自動車産業の中から蓄積されて出てきたもんだけど、そこで走っている例えば三菱製の、自衛隊車両は、じゃあパジェロ、まあパジェロないか、三菱の車は今言えないのか、三菱の車の民生用の三菱の車両が使われてるから言ってるわけ。三菱のエンジンが使われてても、はい、三菱の民生用の、車両を軍が改造して現場で使ってるから、俺は使ってるっていう事実は聞いたことない。それは、まあ、なんでかと申しますと、その民生用の車っていうのは、そのドライブ目的であったり、デザインであったりが重視されてるわけなんですよ。だから、軍で使うのとはちょっと違うよね。でも、銃箱って、じゃあキャンプ限定なんですかって言ったら。